はい、今回はですね、最強のネガサカブこの4銘柄ということでやっていきたいと思います。ネガサカブっていうのは株価が高い銘柄のことなんですけども、株価が高いと個人投資家が少ないので、値が上がった時に売りが出にくいと、売り圧力が少ないということですね。株価が安いと個人投資家が多くて、ちょっと上がるとすぐ売られてしまうっていうデメリットもあるんで、ネガサカブはそういった意味ではメリットがあるということですね。 そしてこの動画は画面にも表示しておりますけれども、立花証券いい視点さんの提供でお送りさせていただいております。ありがとうございます。動画の最後に立花証券いい視点さんについても説明もあるので、ぜひ最後までご覧ください。では早速行きましょう。 まず一つ目の銘柄はキーエンスですね。もうこれは定番中の定番のネガサ株ですね。キーエンスっていうのはすごいシンプルな会社でセンサーを販売している会社っていう風によく言われますね。で、ファブレス化をしているので自社で工場を持っているわけじゃなくて、本当にキーエンスは営業機能だけ持たせているという特徴があります。 なので、キーエンスの社員の方は営業に注力することができるということで、圧倒的な営業力を持っていて、利益率が非常に高い銘柄でもおなじみですね。 ということで、売上営業利益率なんですけれども、54%、50%ということで、なかなか高い利益率を誇っているということですね。で、決算説明資料とか見ると、コロナとか、米中貿易摩擦の影響を受けているっていうふうには書かれているものの、2018年ぐらいからですね。だいたいこのあたりから、2019と、2020と、そんなに売上がこう落ち込んでいるわけでもないっていうのは特徴的かなと思いますね。で、チャートの方ですね。これ、月足ですけれども、この安定感。もう右肩上がり。 素晴らしいということで、またこう、米中貿易摩擦とかコロナからの復活に期待したいなという銘柄でございます。次の銘柄はオービックですね。こちらの会社は独立系の SI の会社となっております。 まあメインは ERP ですね。ERP ってちょっと前にすごいテーマになって ERP 関連こう一気にドッと買われたタイミングもあったんですけど、まあそうは言っても普通に業績は好調ですということで、こちらの年間の成長性ですね。2011年ぐらいからこうなんだかんだで毎年しっかりプラスは出しているっていう状況ですね。それでいてまだ売上840億円なんで、まあ全然これから伸びる余地もあるかなと思います。 で、こちらの会社もですね、キーエンスと同じく売上営業利益率が51%とか53%とか非常に高い利益率を叩き出してきているということですね。で、このオービックっていうのは ERP の会社なんですけれども、ITR っていう会社が出してるレポートによると、 ERP の市場規模はまだまだ伸びていくというふうに予想されております。こちらですね。2023年度まで予想出てますね。で、もともとオンプレだったものがどんどんクラウドに移行していくっていうことも言われているんで、そこのリプレイスの需要とかもあるのかなというふうに思っております。そしてチャートこちらのようになっているんですけれども、これも突き足で綺麗に右肩上がりということで,で、最近本当にちょっと下落局面迎えているんで、まあ、このあたりで買っとく分には全然問題ないかなという感じですね。 そして次の銘柄は GMO Payment Gateway ですね。こちらの会社なんですけども GMO 系のカード決済代行会社となっております。この会社は B2C ではないんで皆さんがこう表であーこの会社って知ってるっていう感じよりはどちらかというとこう裏で実はこの GMO PG の決済システムが使われているっていう感じなんで実は裏で動いているというところでやはり着目すべきはこの 年間の成長率ですね。もうこの半端じゃないこの伸び方。ちょっとここで若干ダメージ受けてますけど、それでも直近でやはり20%台また叩き出してきているということで、もうこの売上の伸び見れば、いかに素晴らしい会社かというのはすぐわかるかなと思いますね。これだけ売上伸びてるんですけど、そうは言ってもまだ400億円ぐらいなんで、全然まだまだ伸びる余地はあるかなと思いますね。そしてこちらの記事にもなってるんですけども、GMOPG が利益10倍を実現できた理由と、 いうことで、この記事読むと結構面白くて、g m p g が狙う3つの領域ということで、これからどういうふうに戦っていくのかというのを書かれてるんですけども、1つ目はキャッシュレス決済のシステムを導入していくということですね。で、この記事の中で書かれているのは、ステラを開発したと。で、このステラがどれだけキャッシュレスを伸ばしていくかっていうのが注目を集めてますよということですね。このステラって見たことある人もいるかもしれないんですけど、こういう決済サービス、決済システムですね。 だから一つはこういう決済を伸ばしていくと。二つ目は B2B の EC 市場をもっと伸ばしていきたいということですね。最近本当に EC 化ってどんどん進んでますけれども、そこの B2B で頑張っていくということですね。で、三つ目がデジタルトランスフォーメーションということで、これから企業がどんどんデジタル化、オンライン化、EC 化していくと。そうなってくるとやっぱり決済って結局必要だよねっていうところで、そういったところにどんどん入り込んでいくと。 いうところを狙っているっていうことですね。ということで、このますます事情が増加するこの決済システムのところを しっかり抑えている会社だということで,で、面白いのがこちらのチャートですね。これも付き足ですけれども、この右上がり、素晴らしい。ということで、今後の需要が拡大していくに伴って売り上げも伸びていくという感じですね。そして最後の銘柄はジグソーですね。こちらの会社はクラウドとかサーバーの自動監視の保守業務をやっている会社ですね。で特に IoT とかに強み持っている会社なんですけれども、 主力のデータコントロール事業が安定していて完全サブスクリプションのビジネスモデルになっていますということですね。で、こちらの決算説明資料の方を読んでもコロナの影響もほぼ受けてないと。で、これからは解約率の低い月額課金案件の受注を進めていくというふうに書かれています。で、今後、やっぱり IoT とか、もう要するにいろんなものがインターネットにつながると。 で、そうなったときに IoT の需要の増加に伴ってジグソーのライセンスビジネスなんですけど、そのライセンスも増えていくと。で、そうなると安定したキャッシュフローが見込めて、どんどんキャッシュフローをもとに設備投資に回せるっていう強みがありますね。そういった面でもやっぱり s a s の事業ってすごい強いんですよね。だいたい来月これぐらい入るっていうのは見込みが立つんで、どんどん設備投資できるっていうのが強みですね。ということで実際数字の方を見ても2014年からですね。 このしっかり2桁増収続けていると。直近でも24%とか22%とかの売上げの伸びなんで素晴らしいなと思いますね。で、それでいてまだ21億円の売上げですということですね。で、通期の見通しは開示してないんですけど、この会社毎年通期の見通し開示しないので、このあたりまた楽しみかなと思いますね。 でこの会社がなかなか面白いとかユニークだなと思ったのが最近出された資料なんですけど2021当社の成長可能性についてというなかなかユニークな資料を出してきているわけですね。ここに書かれていることはですね結構難しい専門用語はいろいろ書かれてはいるんですけれどもワクワクするなと思うのはこの当社の目指す指数関数的な成長とかですね。まあこういうのはわかりやすいですよね。 まあ、要するに IoT でいろんなものがつながっていって、ライセンスそこで獲得していって、収益見込めますよっていうことが書かれてますね。個人的に一番面白いなって思ったスライドがこれなんですけど、大きな成長に向けた準備完了というフレーズですよね。なんかワクワクするなと思いますよね。現行の数倍の処理能力インフラ投資2021年5月に大規模第二コントロールセンター開設と北米センター拡充ということで、 これからのインフラ投資どんどんんやっっててますすよっていう説明ですねで。この辺りが、要するに月々のサブスクリプションモデルの売上げの見込みが立つと、どんどん先回りして設備投資できるっていう強みが、この辺りにあるっていう話ですね。ということで、ビジネスモデルとしては、どんどんサブスクリプションモデルで収益を安定させて設備投資するっていう感じになってるんですけど、これ、チャート付き足ですね。で、上場してからちょっと株価上がりすぎて、 一旦こう出尽くし感ってすごいあるんですけど、そこからずっと株価は難聴な時代を経て、最近ようやくこう改めて評価されてきてるなっていうのがわかるチャートですね。 本当にこう直近の四半期ごとで見ても2018年ぐらいからこうずっと好調で20%以上成長しててここ16%とかなってますけどそれでもいずれにしても高い水準で売り上げをどんどん伸ばしている会社だということで非常に面白い銘柄じゃないかなと思いますねということで以上が紹介したい4銘柄となりますでここまで見ていただいた情報とか銘柄はウェブサイト管理者の感想や評価であり立花証券 E テンさんが推奨するものではありませんのでご注意 くださいで、今回紹介したこれらの銘柄は、立花証券 E 視点3でお取り扱いしております。信用取引に強みを持ってるんですけど、なんと信用取引なら手数料無料ということで、これは素晴らしいですね。で、信用取引管理費も0円になっております。え、金利も1.6%となっております。電話でのサポートや取り扱い商品などを限定的にすることで、徹底的にコストを縮小しているということになっております。 ということで、よく信用取引される方は概要欄のリンクからぜひ講座を作ってみてください。今後もこのような株式投資の情報をどんどんアップロードしていきますので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上。